これトンネルして、トンネルの下こう不織布かけて二重保温してて、1月の末ぐらいに撒いたんですけども、すごいですね。水菜こんなに育ってますね。この間雪も降ったりいろいろしたのに、やっぱり冬場でもこの溝底畝でトンネルをする方式っていうのはかなり簡易温室として機能するっていうことがこれでも分かりますね。ちょっとこれ蒸れてますね。ちょっとお布団をどかした方がいいですね。これはもうちょっとこうお布団の数を減らしましょう。